こんにちはマルコです今回は日本の貧困率の高さに関するアメリカの記事からアメリカのブルームバーグ氏は社説で日本の貧困率の高さを引き合いに出して貧困に陥るのは本人の努力が足りないからではないのだと主張していますつまり日本国民は近面で犯罪率も低く社会は安定していて失業率も極めて低い水準を維持しているにもかかわらず 日本の貧困率15.7%は米国17.8%と大差がないと指摘している。それゆえ安定した社会で真面目に働いている日本人でさえ貧困になるのだから、社会で蔓延している貧困は自己責任だという考えは受け入れられないという結論になるそうです。ただ、この記事を読んだアメリカ人の多くは違和感を覚えたのは、この記事の貧困の根拠が相対的貧困にあるようで。ちなみに、相対的貧困とは、その国の文化水準、 生活水準と比較ししして困窮した状態を指します。具体的には世帯の所得がその国の10日処分所得の中央値の半分に満たない状態のことですつまり日本のように水準が高い国で相対的貧困状態だとしても生きていけないぐらいの貧困状態ではないということになりますこの記事に対して様々な反応がありましたのでご紹介します海外の反応ここで言う貧困って中央値よりも収入が低い相対的貧困でしょ 絶対的貧困で比較しななないいと意味なくない貧困は貧困でも国によってその度合いは変わるはずだけどそのあたりのことは勘案してるんだろうかこの貧困の定義の仕方だとたとえ国が100倍豊かになったとしても日本の貧困率は全く変わらないんだけどな日本の貧しい子供たちは無料で食事できる公的な食堂が必要なんだそれはもう貧しいと言っていいんじゃないだろうかそれがあなたの貧困の定義だと言うならそれで構わない だけど、もし、実際に、日本が100倍豊かになったら、あなたは、厚生観高校に行けない子供たちがいる。やはり、日本は貧しい国だと言うだろうね。この記事における貧困の定義は、かなり馬鹿げてると思う。経済的不平等がわかるデータかもしれないけど、貧困は関係ないな。そりゃあヒエラルキーができるのは、どこの国でも仕方がないだろう。俺は、底辺でも、それなりの暮らしができるようになってる。日本みたいな国で暮らしたいけどな。 相対的じゃなくて絶対的貧困率で見れば日本の数値は結構変わると思うんだけどどう日本の犯罪率がものすごく低いのは経済的な理由じゃなくて文化的な理由だと思うわあとほぼ単一民族の国ってことも大きいだろうし相対的貧困率は貧困を図る指標として無意味だよ日本に貧困の人たちが多いだって日本の大都市に行ってごらんよ俺は2ヶ月間かけて日本を縦断したけど 施しをを求めるホームレスを見たたののはほんの数回だったぞ。絶対的貧困なのか相対的貧困なのかで全然違うだろうカナダが不思議だどうして福祉が整ってるとされているのにアメリカほどじゃないにしても貧困率が高いんだろうで日本の貧困層はアメリカの貧困層と同じくらいマスいのン購買力で比較してくれないと何とも言えんアメリカの貧困家庭は60年代以降悪循環に陥ってる 日本人とヨーロッパ人にはお金がなくても製品って感覚があるね。だけどアメリカは自尊心が全くなくなってしまった。俺が本当に知りたいのはもし日本の貧困率が本当に高いならどうして日本の犯罪率はあんなに低いのかってことだ。だって日本はおそらくノートパソコンをお店に置き忘れちゃっても他の客が店員に預けておいてくれる世界で唯一の国だぞ。俺も 貧困を自己責任とする風潮は絶対に止めるべきだと考えてる。どうしようもないジャーナリズムだな。記事を書いた人は日本の貧困の定義を全く理解してないよ。一定基準に達してない層を貧困と見させてるだけだし。貧困っていうのは他と比べてってことだよね。例えば、日本の貧しい人が他の貧しい国に行ったら、その日本人はその国で一番豊かな人になる。うん、こういう比較は意味がないな。日本に貧困が多いのは 20年間デフレが続いてるから。待て、待て、待ったらんかい。このデータは、貧困を定義するものじゃなくて、国内で、所得が平均より少ないってだけの話だろ。まるで、シングルマザーや大学に行かないことが悪いことみたいだな。差が出るのは、経済的な現実に過ぎないだろ。僕の嫁は日本人なんだ。彼女曰く、日本人は、公的な支援を受けることを恥だと考えるらしい。ただ、日米の貧困率が、 他の先進国に比べて高いのは、一部の労働に対する賃金が低いからだと思う。フランスの貧困率は失業率より低いってどういうことだよ。この記事は前提自体が間違ってる。なぜなら、日本には貧困層が多いという前提だからだ。しかし、日本の貧困は、世界的に見たら貧困ではない。記事では、中央値以下なら貧困という単純な貧困の定義を用いているが、それでは、他の国で裕福な暮らしをしてる人たちでさえ、日本のような、 さらに豊かな国に行ったら貧困になってしまうんだ。こっちで貧困層として暮らすより、日本で貧困層として暮らしたい。そう思うなら、さっさと日本に行けばいいじゃないか。これは、ひどい、こんなしょうもない調査にいくら使ったんだ。貧困かどうかって個人の感覚だと思うけど、アフリカ人とフランス人とでは感じ方が違うでしょ。フランスの黄色いベストを着てデモをしてる人たちからすれば、毎年バケーションに行けないことが貧困なわけだけど、 アフリカ人の感覚ではそうじゃないはずだし。アメリカやイギリスを見ると、日本人、移民の人たちは、社会的にも経済的にも白人より成功している割合が高い。一つの国の中で同じ機会が与えられているのであれば、豊かになる人とそうじゃない人が出てくるのは仕方がないさ。俺は、筆者の考えを否定できない。貧困層が増えてるのは、古いタイプの無能な政治家たちのせいだ。日本の貧困層は、アメリカの貧困層より、はるかにいい生活をしてる。 まあ、貧困法制だから貧乏にならないという発想も、やはり、見当違いなものだと思うがね。これって、その国の中では、相対的に貧しいってだけじゃん。やっぱこういうのは、絶対的貧困率で比べないと意味がないね。マルコの感想。この相対的貧困は、よく、左の人たちが提示してきますよね。その度に違和感を感じている人たちもいることと思います。確かに、皆がスマホを持っているのに、自分だけ買ってもらえないというのは、ある種、 不幸だとも言えますまた、塾に通えないから、いい大学に行けない。だから、貧困は連鎖するんだと主張する人もいます。だけど、それを、すべて、環境のせいにして努力を否定するのは何か違う気もします。塾に行っている人は、そこで必死に勉強しているだろうし、また、多少効率は悪くとも、独学で勉強をするだけの情報を得るのは、今の時代、ある程度整っています。ただ、 貧しいせいで必死で努力して、能力もあるのに、大学に行けないという理不尽は解消しなければいけません。だから、そういう人にだけは、無償で奨学金を出すなどのサポートをするような制度を充実していくことが必要ですね。